Thank you.
どうなってんだ？俺と篠崎が入った時はもっと。拾ったカニ使えないかな？拾ったカニ使えないかな？この鍵じゃないみたい。ついてっから入らないんじゃねえの？貸してみろよ。いいけど、どうするの？こうやって床の硬いとこで擦ってみりゃどうかなって。見ろよ、剥がれてきた。地面とかに長いこと放置されてると錆びついて形が変わっちまうんだ。でも大きさ的にやっぱりここの鍵じゃないっぽいね。あれ？何か書いてあります。ほら、文字の跡みたいのが。本当だ、文字が彫ってある。
次だろ。こんな靴どこの家にも一足くらいあるぜ。でもナリちゃん、学校指定の靴じゃなくてこういうフリンジがついたタイプを履いてて、サイズも。ナナちゃん、そういうことは考えないでおこう。こんな靴だけじゃ何の確証にもならないんだからね。
この距離ならジャンプして向こうに行けるんじゃねえか。男子ならともかく私たちには無理だよ。何か捕まるものでもなきゃ。長い防火ロープでもあれば先に俺が渡って支えてやるんだけどな。長さはかなりあるし、何重かに折り返せば簡単には切れそうにねえな。2本あるし、寄り合わせてロープみたいにすればもっと丈夫になるよ。
まずはロープをどっかに結びつけて固定しねえとな。そこの教室の机とかどう？大丈夫かよ。机なんかロープ引っ張ったら動いちまうぞ。そっか、教卓はちょっとロープの長さが足りないかもしれないし。ロープを結びつけた机を入り口近くに移動させて、それでロープが出る隙間だけ残してドアを閉めれば、机はドアに引っかかって動かないと思います。なるほど、ドアを片側に寄せて二重にしとけばまず外れることなんてないし、いけるかも。よし、じゃあまず俺がロープ持って向こう側にジャンプするからな。気をつけてね。この距離なら楽勝楽勝。よっと、おっ、ビビった。大丈夫、菱沼君。ああ、その辺微妙に床板が脆いみてえだから気をつけろよ。よし、鈴本、ロープを伝って順番にこっち来いよ。危ないから一人ずつな。奈々ちゃん、私が先に渡るから後から来れる？はい、できると思います。どうした？学生証落としちゃった。篠崎さんにもらった幸子さん人形の切れ端挟んであったのに。そんなもん後で下の階に拾いに行けばいいだろう。それより危ねえからよそ見してねえで早く渡れよ。うん、ナナちゃんいいよ、来て。ロープしっかり掴んで気をつけてね。わかりました。なんだあいつ、なんかやべえぞ。ナナちゃん急いでこっちに。
ロープ離すんじゃねえぞ。すぐに引き上げてやっから。鈴本、さっさと手貸せ。は、足が、ナナちゃんの。バカ野郎、まだ生きてんだろうが。余計なこと考えんな。ちくしょう、なんだよ足くれ。俺が背負ってやら。このロープで太もも縛って、くそひでえ。ここ離れると鈴本。くそ変身ちゃろ。その図体で止めるもんなら飛んでみやがれ。息はしてる。でも気絶してるみたいだな。その方がいいよ。意識があったらどんなに痛いか。けど意識がねえってことは体力的にやべえってことだろ。なんとかしなきゃな。なんとかって、私たちお医者さんじゃないんだよ。こんなひどい怪我、どうしたらいいのか。消毒液と包帯くらいあんだろ。保健室か理科室か職員室かどっかによ。とにかく俺らでできることしてやんなきゃ。そうだね。とりあえずちゃんと休めるとこに移動しようぜ。あいつさっきの、どうやってこっちに来たんだよ。
その足をどけやがれ、クソが！GAAAGH!